と3点だけ、この3文書の中にどんなことが書いてあるか、危険なこと3つを話をしようと思います。おそらく作られるこの3文書、解体3文書、1つは過去に例のない大軍拡予算、これを正当化するはずです。こんな軍拡予算、前年に比べておそらく1兆円ぐらい増やすんでしょう。まるで戦争している国であるかのような大規模軍拡を正当化する、そんなことがおそらくこの3文書には入ってくるのではないかと思います。日本国憲法第9条2項では一切の戦力を持たないと書いてる。戦力を持たない国なのに、このままですと世界第3位の軍事予算を持つ国になるんです。世界で3番目に多くのお金を軍事費にかける、こんなことが憲法9条の下で許されるはずがありません。2番目、この3文書にはおそらく、まあこれも他の方もお話になりましたけど、敵基地攻撃、敵基地攻撃、名前はいろいろ可能性がありますが、よその国を空爆する、あるいはその国にミサイルを撃ち込むことを正当化するような、まあこういった言葉が入ってくる。これも多分間違いないと思います。今まで日本は自民党政府でさえ専守防衛という言葉は譲れませんでした。これはやっぱり自民党政府を、まあやってはいけないというふうに国民がやはり縛ってきた、9条が縛ってきた。だから自民党だって専守防衛は残してきたんです。だけどおそらく今度は敵の国の地面を日本の自衛隊が爆撃する、ミサイルを撃ち込むということを正当化するような言葉が入ってくるだろうと私は思います。そしてこのようなことは侵略戦争を行うことを禁じた憲法9条第1項に明らかに反すること、憲法9条1項の下で敵基攻撃などということを正当化することは絶対に認められません。そして3つ目、おそらく今回の3文書の中では沖縄をはじめとした南西諸島に日本の基地をどんどん作り、そこにミサイルをどんどん配備し、そしてアメリカの海兵隊と一緒になって中国を攻撃するという作戦を前提にした言葉が入ってくると思います。当然南西諸島、小さな島にたくさんそのような中国を攻撃する、基地を置けば、そこに住んでる人の命はどうなるんでしょうか。再び沖縄の人を犠牲にした戦争を続けるんでしょうか。このようなことは人間の命を最も大事なものとして掲げる日本国憲法の在り方、人権を尊重する日本国憲法の下ではありえないこと。したがって以上3点、大軍拡予算は憲法違反である、専守防衛を否定し敵基地攻撃をするような文書は憲法違反である、国民の命を犠牲にして南西諸島にミサイルを配備するようなことは憲法の人権保障に反する、したがって今回12月におそらく作られる可能性のある3文書に私たちが反対をするということこそ実質改憲を今止めることの具体的な姿です。ぜひ12月、いや、まあ、その前なんですけども、皆さん一緒にこの3文書を変えて許さないような運動を立ち上げていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。この11月12月本当に大事な時期、この国が平和に向かうことができるのか、それとも戦争をする国になるのか、とりわけ南西諸島、あそこを一番最初の戦場にするような、こういう危険が迫っている。こういうことに反対する戦いを全力を挙げてやりたいと思います。改憲発議絶対反対。改憲発議